さあ、ということでですけども、うん、今週の放送ですが。はいはいはい。今話題の、うん、あの映画をちょっとフューチャーしようかなと。お、来た。うん。俺ね、見てきたのよ。お。ゼログラビティ。お。いや、ジョージ・クリーニーとね、サンドラ・ブロックの共演してる、うん、宇宙でね、こう放り出されてっていう、うん、まあ、CM なんかでもね、今やってますけども、うん、いや、すごい。俺、ほんと映画館で見て、結構久しぶりに痺れたね。俺、多分あと一回見るわ。いや。これは映画館でみんなにも見てほしい。俺、3D ってあんま好きじゃないんだけど、あれは 3D で見るべきだ。いや、平子さん。何？すいません。今日、違います。何が？ゼログラビティでしょ？確かにその宇宙映画も話題かもしれないですけど。宇宙映画じゃない。ゼログラビティな。宇宙映画っていうのはお前一緒くたにしとんない。いや、もっと僕らっぽい映画が公開されたんですよ。宇宙映画よりも僕らっぽい映画が。だから、ゼログラビティでしょ？だからあれでしょ？オールナイト日本ゼロとゼロ掛けみたいな感じでしょ？オールナイト日本ゼログラビティ。スペーシーレディオ。宇宙の話したい。あ、違うんだよな。映画。彼女は嘘を愛しすぎているですよ。何？映画、うん、彼女は嘘を愛しすぎている。お前の何それ、オリジナルの映画？違うわ。違うよ。もう平子さんほら、もう、確かにそれがあったかみたいなもう顔してもう。してないよ。いや、してるじゃないですか、もう。いや、絶句だよ。それがあったかっていう顔してるじゃないですか。ここ4年ぐらいの一番の絶句だわ。いや、俺内容知らないけど、うん、その、少女漫画的な映画でしょ？原作が。まあ、うん、そうですね。で、うちのリスナーが一番遠い、本当に真反対の映画でしょ？いや、もううちのリスナーは少女漫画しか読まないですから、本棚フラワーコミックスばっかりですよ。ジャンプコミックスしかないよ。本当に。まあ、あと、このオープニングもの競馬もそうですけど、うん、平子さんすぐ嘘をつくでしょ？嘘ついていねえじゃん、競馬。いや、モンハンやってたふりして話ずっとしたり、エアモンハンするでしょ？あと、この、先週の放送の後、みんなでね、ね、うん、スタッフと築地行った時も、ずっと、なんか常連の感じ出して、エア築地やってたでしょ、ずっと。いや、常連っていうか、その、まあね、うん、行くと知り合いのおじちゃんにさ、うん、おじちゃん来たよって顔出すと、うん、中落ちを、うん、スプーンで削いで、それをご飯の上に入れて、うん、で、わさび乗っけて、うん、茶漬けにして出してくれるの。だからそれだよ。尺も取るんだよ、平子さんのその、エアー系。でも その話したらみんな本当に中落ち食いてえつって中落ち丼頼んでたじゃん。わけわかんねえ、丼ぶり屋で。あと、ツイッターであれでしょ？一週間前ぐらいになんか、雪が降ったとかいう嘘のツイートして。うん。なんか日本放送の候補のアカウント驚かせたりしたんでしょ？そう、うわ、外すげえ雪降ってきたって開いたら、みんな多分カーテンバッて開けて外見て、夜もう12時とか、そしたら日本放送の候補のツイートも来て、うん、後輩をベランダの外にまで見に行かせてしまったじゃないですか、みたいな。ちなみに日本放送の候補ツイッターは、うん、この番組でメキシコ中継してくれた編成の平田さんだそうです。うん、何をやってるんだよ、本当に。変わらないね。まあ、でも嘘ではないが、俺的にはそのミニコントっていうくくりでね、やってるから。まあ、その彼女は嘘を愛しすぎている、そんなに嘘が好きな平子さんにもってこいだと思います、僕は。いや、タイトルのね、その互換先行な感じがあるから、うん、内容の、薄くなってくんじゃないのかなって俺は心配してんのよ。お前も多分これ知ってんのだって、この映画。え？彼女は嘘を愛しすぎている。俺も言えねえじゃん、お前。知ってますよ。愛しすぎてる。愛しすぎて、いいはいらない。いいないんですよ。いや、知らないよ。しかもですよ、うん、明日のオールナイトニッポンゴールド、うん、佐藤健のオールナイトニッポンゴールド、カノウソスペシャルということで。いや、俺ら関係ないからね。佐藤健超人気もんすよ。いやいや、ルーキーズとか。いや、そうかもしんないけど、俺らがなんかそれなんか番宣ラジオみたいになるじゃん。乗っかるしかないでしょ、これ。いや、乗っかる。佐藤健に乗っかるってどういうことよ。ということで、今週はこんなことやっちゃいます。いいよ。映画、彼女は嘘を愛しすぎている、公開記念、佐藤健のオールナイトニッポンゴールド、映画、カノウソスペシャル前夜祭、平子は、嘘を愛しすぎてるスペシャル。あ、もう宇宙の話がしたい。こじるりとラジオがやりたい。こじるりと映画の話、宇宙の話したい。さあ、今日はリスナーのあなたから最近ついちゃった嘘を募集します。
こんな嘘をついちゃいましたとか、こんな嘘をついたらこんなことになっちゃいましたなど送ってください。え、そんだけなの？はい、以上、はい、以上、以上。メールアドレスは全て、いやいやいや、待って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 、これなんか、え、なんか前振りすげえ長かったけど、コーナーこれだけ？なんかこう入り組んだ感じとかないの、もっと。メールアドレスは全て小文字で ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースの頭文字を取って AP となっております。さあ、このアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロはスマートフォン向け放送局 NOTTV でも有楽町日本放送のスタジオ映像とともに同時生放送でお届けしております。 NOTTV ではこのオールナイトニッポンゼロの再放送も行っています。今日のアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロは来週木曜日の午前10時からスマホで見るオールナイトニッポン、詳しくは NOTTV の公式ホームページをご覧ください。反対だし俺は個人大相撲篠宮さんと、よいしょ、流れ星中英さんです。イエーイ、スペシャルウィーク、日月火水日日日スペシャルウィーク。みんな笑ってるけど俺全然楽しくない。笑えないよ、面白いじゃん。笑ってやるもんだよ、ギャグって。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。はい、俺も昨日知ったのか、初めて。はい、俺なんで早く言わなかったのかなーって俺も思ってるし、はい、スタッフ一同さっき話しててみんなの相違なんだけど、はい、酒井はさ、はい、引っ越したらしいじゃん。はい、最近引っ越したっていうか、まあ今途中ですけど、まだ、うん、まあ、もうでも物件は決まって、契約もして、まあ、はい、ちょっとずつ荷物も運んで、はい、それはなんでさ、はい、引っ越そうと思ってるんだみたいな感じのことを事前に言わないの？いや、言う必要が特にない。いやいや、例えばさ、その引っ越すっていう話して、はい、このラジオのね、企画の一つにもできるわけよ。引っ越し考えてるんですよってなったら、じゃあ、みんなにね、はい、酒井がどこ住めばいいかとか、はいはいはい、どんな間取りにしようかとか、はいはいはい、そういう企画もできるわけじゃん。はいはいはい、芯に乗っかって。はい、でもそれがなくても引っ越しって言うじゃん。ああ、はいはい、はい。で、俺なんか、いつもさ、このラジオ前に、ネットで物件見たりすんのさ、はい、好きでやってんだから、どういう間取りがいいんすかとかさ、はい、こういう物件なんですけど、どう思いますとかさ、うん、はい、あるじゃん。なんで、それを誰にも言わないの？いや、なんかでも、平子さんに言うのはちょっとなんか、なんか変な感じになっまた怒られたりするから、平子さん。怒られる？うわーってくるから。どんなとこ住むんだ、みたいな感じ。俺そんな普段言わないじゃん。なんで俺裏、なんで裏作んの、俺の裏。いやいや、いや、言う、平子さん、こう、周りに人がいたら、こう、圧がすごいから、やっぱり。いやいや、先生、コントとかでは言うかもしんないけど、俺なんで日常、そういう感じにすんの？いや、だから、でもそういうのも、ちょっと、ややこしいから自分で決めちゃおうと思って。何ややこしいって。ミニコントややこしかったら、お前、俺と組んでる意味ねえだろ。なんでお前、俺とのミニコントややこしかったら、コントも何もできないよ。だ、僕、唯一相談者は小牧さんぐらいで、マネージャーの、うん。どこ住むっていうか、まあ、一応引っ越すつもりなんですけど、みたいな話。お前、俺、無視して、マネージャーに相談してんの、はい、ガチでお気に入った引っ越しじゃねえかよ。いいだろう。攻めた引っ越しなんだよ。お気に入った引っ越しでいいじゃん。何それ。いやいやいや、まあまあ、そうですよ。引っ越し。アイドル気取りじゃねえか。マネージャーに相談して、引っ越し先決めるとかさ。いやいやいや、そんな相談みたいな人が引っ越します、みたいな、一応報告。ですよ、小牧さんにもしたの。何だよ、事務所の商品である自覚をそんなに固く持ってんのか。いや、なんか、もしなんか変なドッキリとかあった時、なんか、あれじゃないですか。なんか、教えといた方がいいっていう、あれもあるじゃないですか。あ、そのマネージャーに最初部屋、鍵を借りまして、ね、みたいなとか。なんかあったら、そういうのもあるかもしんないし。お前、大したもんだな。タレントとしての心構え。それを踏まえた上での引っ越しだったわけか。いや、一応。シークレット引っ越し。シークレット引っ越しじゃないですよ、別に。そんな隠してるつもりないですもん。いや、でも、ほら、敷金だ、礼金だっていろいろかかるわけじゃん、はいはい、引っ越しって費用が。ほんとやだ、もう。ほんと嫌になっちゃう。いやいや、嫌になっちゃうじゃなくて、別に今までのところに継続して住んでたっていいわけだったじゃん。別に何の不便もなかったんだから。まあね、不便はないですけど。都内から遠いわけでもなかったし、はいはいはい、別にそんな荷物が多いわけでもないし、結婚してるわけでもないから、はい、今までしてきた一人暮らしの部屋で別に十分
ね、はい、こと足りてたわけじゃん。うん、それを、敷金、礼金が、いろいろ費用がかかる引っ越しを、今する必要性っていうかさ、うん、はい、それがあってしたわけでしょ、はいはいはい、費用がかかってもいいから、はい、それはどの辺だったの？やっぱでも、タレントとしてランクアップさせたいっていうのはありますよね。怪物じゃねえか。一つのやっぱ、ボーダーラインじゃないですか、その家賃っていうか、そういう住んでるとことか。俺の前振り全部そうだったじゃねえ、正しい前振りじゃねえか、今までずっと言ってたのが、じゃあ。いや、まあまあ言ったらそうですよ。それもあるじゃないですか。やっぱちょっと。え、じゃあ家賃は単純に上がったの？いや、そうですね、上がりましたね。2万円ぐらい前のとこから。はい、え、何万とこから何万とこなの？6万、4千ぐらいのとこから、うん、まあ8万ちょっとぐらい。8万ちょっと。はい。あ、でも一人暮らしで8万ちょっとっていうのはまあね。まあまあそうですよ。ちゃんとしたところですよ。僕なりには攻めましたよ、かなり。何区？ね、杉並区になります。ほう。大したもんだな。いや、何があるんですか、杉並区。いや、杉並区だぞ。いや、杉並区です。なんで杉並区大したことねえみたいな感じなの、お前。それで言ったら、だって僕、今まで新宿区ですから、住んでたの。うん。なんで唇急にとんがらかして。いや、そっから杉並区だから、ちょっと離れたところです。いや、でも住居として考えたら、住むところとして考えたら、うん、その都心にも近いし、はい、ちょっと緑を欲したのか。まあ、でも、そうだろ緑と空気を。いや、そんな緑もないですけどね。ちょっとした公園とか。まあ、前住んでたとこに比べれば確かに多少はやっぱありますよね。それでもちょっと静かな。いや、それもわかるわかる。皆まで言うなよ。何がわかってんすか。はあ、間取り間取り。今まではあれワンルームだったのか。1K ですね。1K。はい。1DK です。わー、ダイニング。ダイニングっていうの僕あんまわかんないですけど、1DK です。はい。早いんじゃねえのか、ダイニングは。いや、平子さんちもあるでしょ、ダイニングは。いや、ダイニングぐらいある。俺んちは家族がいるからさ、仕方なく、まあね、ダイニングぐらい取り入れさせてもらってますけど、大したもんだな。いやいや。一人暮らしでダイニングってのは。だって平子さん前の家、僕の家来たことあるじゃないですか。うん、あんな、ね、狭いとこだったじゃないですか。だってお前一人暮らしで荷物もないし、帰って寝るぐらいだったら別にさ、なんかピザパーティーとかするわけでもねえんだろ。いやまあね、友達呼んで一人で食べるぐらいですよ。なんかまあダイニングぐらいはやっぱついてもいいかなっていう。はい。なるほどね。何を審査されてんですか僕。いやいや、それをさ、はい、なんかトピックスとして話さなかったお前にがっかりはしてんだ。いや、それじゃあすいません、なんか一言言えばよかったなっていうのは、ちょっとわかります、でも。うん。うん。すいません。引っ越したら、まず俺に言うとかさ、引っ越しそうかなって思ったら。でもタイミングなんかわかんなくないですか？俺、引っ越しますっていうのも。お前なんか、へーって終わるでしょ？他にもなんか隠してることない？他には、まあでも、あれですね。え？あんの？まあ、あれですけど。何怖えな、なんか。え、何いや、怖い、俺が怖い。別に、うん、そんな、あれですけど。うん。あの、今度 3DS 買います。おー、危ない、俺、事前に知っといてよかったよ。逆にそう。引っ越しもそんな驚くなるけども。いや、俺、引っ越しでこんだけ言うからさ、はい、3DS 何も言わずに楽屋とかで急にやってたら、ね、俺ちょっと、語気荒くなってたかもしんねえわ。はい、危なかったな。言っといてよかったっすか、僕。それ何をやりたいから 3DS とか。いや、カセット先行。まあ、カセット先行ですね。おまあ、マリオテニス、しかり。しかり？はい。あとは、何でしたっけあれ。スマブラ。スマブラ。今度出るらしいんですよ。スマブラって何？スマッシュブラザーズ。何それ？あの、マリオとか、なんか、みんなで戦うやつですよ。4人ぐらいで、こう、パーティーみたいになって。カービィとかいろんなキャラクター。おー、ニンテンドーとかのキャラクターがギュッて集まって。そうです。ストッツみたいなこと？なんか対戦みたいなこと？まあ対戦みたいなのできるみたいですよ、3DS。へぇー。だ、作家の福田さんとかと一緒にみんなでやろうかなって。うん、で、みんなでやりましょうよ。平子さんも買って。俺も？やろうよ。スマブラ？やろうぜ。通信とかできるの？できるみたいですよ。ほんと？うん。うん、坂んちでやろうよ。なんで俺んちでやんだよ。新居でスマブラパーティーやろうよ。マジで。ピザ、俺、ピザ代出すわ。いや、違う。Wii とかならわかるけど、3DS 持ち歩けんだからさ。
いいよ、ミニストップのあの、座るとこでやろうよ、みんなで。それもいいし。それもやって。それやって、ハロハロ食って、家行って、ピザ頼んで。超楽しいな、それ。で、あの、あ、スタッフはね、今、うん、バドワイザーはスタッフで用意しますって。いいよ、別に用意しなくて。マジのパーティーじゃん。いや、いいですよ。いや、それがもう、それ自体がもうスマブラだよ。ちょっとわかんないですけど、それ。それちょっとみんなわかってないみたいですけど。石もわかってない。石もわかってない。え、それなんかパーティーってことじゃないの？パーティーシーンじゃないの？まあでも、ワイワイみんなで。ワイワイできます、多分、スマブラ。だ、わざわざ 3DS を、うちに来てやるっていう意味がよくわかんないです。ピザ代とバドワイザーはこっち持ちなんだぜ、みんな。それで、じゃあ OK ってなんないですよ、僕。お前その小屋を開放するだけの話でさ。で、言ったらだって、作家の福田さんも引っ越しますからね、つい最近。ああ、そっか。広いんで、広いんですってすげえ。ええー、家賃何倍よ。家賃いくら。声出して言えよ。出たよ、おい !11 万。バカ野郎じゃん。一人暮らしだろ？決定だな、これ。一人暮らしでしょ？いやー、フットサルやろうぜ。うん、やろう。ふちゃんちで。マジで。やろう。化け物だなぁ。みんなでやろう、やりましょうよ。何 LDK だよ。え、マジで間取りどれくらいなんですか？ワンルームでしたっけ？で、すげえ広い。すげえ広いんだ。双方スタイルだ。じゃあ、おしゃれなやつ。打ちっぱなし、住みっぱなし。え？どれ？何？いやいや、福田さん家の方がいいって絶対11万でさ、そんなとこでさ。1次会、2次会で分けるか。じゃあ3次会まで、1次会、うん、ミニストップ。2次会、境んち、3次会、福田んち。帰るよ、もう俺。1次会で帰るわ、もうそんなの。4次会、うち来てさ、真弓にグラタン焼いてもらおうぜ。美味しそう。それ最強だな。じゃがいもがね、ホクホクしたね、グラタンをね、作ってくれるんだ。日本初のスマートフォン向け放送局 NOTTV スタジオのライブ映像とともに同時生放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。はい、今夜は映画彼女は嘘を愛しすぎてる公開記念、佐藤健のオールナイトニッポンゴールド、カノウソスペシャル前夜祭。なんで前夜祭うちでやめねえといけねえんだよ。ちょっとわかんないです。平子は嘘を愛しすぎているスペシャル。略して平嘘。リスナーのあなたから最近ついた嘘を募集しております。俺さっき聞いたんだけどさ、はい、明日放送される本家でね、うん、そこですらこんなテーマでメール募集してねってよ。なんで俺らもこれやんないといけないの。スピンオフ的なあれですよ。で、うちのリスナーだってさ、はい、もうこの、カノウソとかは、はい、読んでないだろうし、わかんないだろうから、はい、もうメール来ないと思うよ。いや、来てますよ、メール。北海道ラジオネームバスケットカウント。おい、平子。ふざけんなよ。俺ら、カノウソ超興味あるっつんだよ。少女漫画も、君に届けとか、ナナとか読んで泣くわ。胸キュンするわ。嘘つけよ、お前。バスケットカウントも読んでねえだろ。愛媛県ラジオネームネズミ後輩。おい、平子。俺が一人暮らしをしていた時は、本棚にナナしか漫画がなかったぞ。お前だけが少女漫画読んだなんないんじゃないか。もう何言ってる、何書いても読んだないんじゃないか。俺らのリスナーそうだったの？うん、そうみたいですね。そういうあれもあるんですよ、一面も。いやいや、こういう人もいますよ。うん、兵庫県ラジオネームリバーススネーク。うん、おい酒井ちゃん、うん、俺は生まれてこの方漫画なんて浦安鉄筋家族しか読んだことねえよ。うん、来てるね、こういうのも。ちょっと違うなそれ。違う？え、違うとかじゃなくてさ。いや、俺は。こういうメール、7とかさ。こういう。いやいや、そういうのじゃなくて。わかりやすく振ってる。振ってる？いやいや、これ、どんなのを読んでるかっていう今話になってるから、うんうんうん、これは実際に本当に浦安鉄筋家族を好きなんじゃない？誰ですか、それ。なんていう。え、ラジオネーム、リバーススネーク。たまりな。なんでわかんないかな、それ。いやいや。すげえ丁寧にやってんのにさ。そういう流れだったから、何を読んでんのかって。いいよ、漫画ってこういう漫画好きっていいじゃん、別に。いや、別にそれいいんですけど、せめて趣旨っていうか、汲み取るの早いリスナーって、こいつ全然ダメだわ。リスナー、リバーススネーク。いや。こういうんじゃないんだよ。違かったな、これ。違かったな、とかじゃないからね、今回。
まあだから7とか読んでる人もね、やっぱり中にはいらっしゃるんですよ、やっぱり。リスナー、うちのリスナーは。それが嘘っていうか、うんうん、メールね、うん。ラジオネームペッチャン。僕はパズドラにがっつりハマっていて、課金はしたことがないと言い続けていましたが、うん、実は3000円課金したことがあります。最近ついた嘘。日常の小さな出来事。小さな出来事を。切り取ってきてくれたね。小さな出来事。っていうか、まあ。まあ嘘ですよ。範囲内じゃないですか別に。そんなね、思い切って告白するような羽でもないけど。3000、まあ俺課金はしないでフリーでやってる程度だなっていうのはみんなね。うん。よく言ってますけどね。はいはいはい、僕もそうだし、課金したことないですね、僕。これはマジで。マジか。これマジで僕ないです。ちょっとしようかなって思ったこともないです、僕。え？はい。それは何、何プライドなの線引きなのプライドっすね。その二択でそっちか。ちょっとよ、わかんないな、今回。全体的にあんまり、わかんないっていうか。うん、ツイッター嘘メール。北海道ラジオネームバスケットカウント。僕の最近ついた嘘は、風呂1時間ぐらい入るよ。そこで1日の反省するんだ。です。日常ですね。いや、1日、うん、1時間、よくなんか長風呂自慢する人いますけどね。うんうん、てめえの裁量、まあ、さじ加減でね、うん、勝手に暑いか寒いかの話ですから。風呂自慢とか。この嘘、そうだね。効果あんのかな？ 1 日の反省っていうのもなんかね、あの、うん、寝る前の今日、何個ありがとうだったかみたいな。ベッキー的な？ああ。そうかそうか。知らねえから。こっちは。続きまして、北海道ラジオネームイエローサブマリン。ヒルクライムに今日隕石が落ちてくるらしいよっていう嘘をついたら、ヒルクライムのやつ、隕石衝突を恐れ、大きな木の下でうずくまってましたよ。久しぶりに来たな、ヒルクライムいじるやつ。いや、ヒルクライムにこんな嘘ついちゃダメじゃん。かわいそうに、恐れおののいてるよ。ね、震えてるよ。なあ、木下で、肩叩いてさ、嘘だぜって、言ってやってくれよ。えってな。やめておくれよ。そんな恐ろしい嘘をつくのをやめておくれよ。悪かったな、ヒルクライム。隕石は衝突しないんだ。本当かい？なんか、あんまテーマが来てないのかな？東京都ラジオネームおっぺけ。酒井さんちのパーティーにリスナーも参加したいです。僕はおふざけパーティーの定番、草屋持っていきます。ああでも定番なの草屋。おっぺけ東京だから近いよ、来れるよ。ここのね、いいよ今、住所も書いてあるけど、ここからだったら来れるから。いいよ。30分くらいで着くよ。やんない、パーティーなんか。草屋、いいね。いや、いいって。一人一品持ち寄ろう、みたいな感じで。おっぺけ何持ってきたの？あ、俺ね、やっぱ、みんな好きだと思うんですよね、パーティー。うわ、くっさーって。窓開けて。いや、まだ残ってる。マジくせえ。俺涙出てきた。いいね。いや、その一瞬で終わりでしょ、盛り上がりは。意外と楽しいね、こういうのが。いや、草屋なんか持ってくんない。てか、やんないから、まず。俺ん家でパーティーなんて。パーティーはやるよ、でも。それはマストで。パーティーはやんないっすよ。俺、豚ミントン持ってくわ。豚ミントン、みんなでやるの。豚ミントン、いいっすよ。あ、平子さん家でっていうのも来てますよ。ラジオネーム、フラナンス太郎さん。うん、高円寺のどこら辺ですか？ミロ持って遊びに行きます。だって。ミロ？うん。一流飲んじゃうよ。ミロなんか持ってきたらいいの？ほら、平子さんちでっていうのもあるんですよ、やっぱり。いや、俺んちはさ、まあ、うん、ファミリータイプだから、できなくはないよ。ああ、マジっすか？うん。じゃあいいじゃないですか、平子さんちで。だからミロなんか持ってきたら一流飲んじゃうって。ドリンク好きだから。だから僕らもミロ飲みますし、それは。ミロ割り。ミロ割りで。ミロ割り、うん、ミロで割って。何を？え、人狼。汁も飲んじゃうよ。ダメだよ。
酒井、今日の夕飯は何食べた？メンチカツ。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい。うん、さっき僕家賃8万って僕言いました、ね、うん、新しい引っ越した先ね、はいはい、うん、あれ3万5千、え、3万5千でした、ちょっと間違い勘違いしてて勘違い、はい、なんでちょっと無理です、狭いし、う、嘘のメールが少ないから自分が補おうとしてんのそのクソ嘘でえ、ちょっとマジで3万5千なんで、ちょっとすいません。3万5千？はい。3万5千ですね。杉並区で？はい。ドクダミソウみたいなとこだよ、ね。いや、ほんと、すいません。ちょっとそれは。あ、そう。はい、福田さんも、はい。実は4万っていう。ん？ 4、実は11万っていうのも、あれで。実は4万でした。すいません。なんか、嘘でした。そっか。はい。いや。補えたんじゃねえかメールの少なさ大きい穴だったけど大丈夫ですかね、いや大丈夫じゃないのか、うん、俺は感心したよ、本当ですか、うん、はい、ということで今日は映画、うん、彼女は嘘を愛しすぎてる公開記念、佐藤健のオールナイトニッポンゴールド彼の嘘スペシャル前夜祭、平子は嘘を愛しすぎてるスペシャル、略して平嘘と題してお送りしてきます。ああ、はい、まあ俺でもきっと送りづらいっていうか、ね、簡単なんだけどね、うちのリスナーは、うん、逆に難しいんじゃないですか、単純すぎて、そう、逆に深読みしちゃうのかな、そう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 、いや全然ね、日常についてるね、小さな嘘とか、まあ、そうそうな、嘘なら何でも、そうそうそう、さっきのね、はい、あのメール来てんですよ、うん、あのほらリバーススネークが、あ、はいはいはい、さっき浦安鉄筋家族しか読んだことないっつってお前にディスられたからクソみたいなやつまだ送ってきてくれてるよ、まあ、あんなことディスるから、うん、兵庫県ラジオネームリバーススネーク、酒井ちゃんごめんなさい、僕さっき嘘をつきました、浦安鉄筋家族は最初の3巻ぐらいしか読んだことないです、うん、そしてジャンプやマガジンなどを毎週チェックしているかなりの漫画好きです、少女漫画もちょっとだけ見てます、怒らないでください、起きてるよ。はぁ、何言ってんのこいつ、何にも分かってねえじゃん。いや、だからさっきお前、そういうことじゃねえじゃん。え、いやいやいや、だからさっき浦安鉄筋家族だけが好きですって言ったけど、いろんな漫画読んでますよ。何が酒井ちゃんごめんなさいだよこれ。いやいや、酒井の意どうなってんだこれよおい。いや、嘘ついて、酒井の意、これ井戸の意だよ俺、何これ、何の意だよこれ。移住の意だな。移住の意じゃねえよお前よ。いや、バカ野郎だなこいつ。リバーススネーク。唾出たわもう。いや、さっきね、さ、気ぃつけたほら、これも嘘メールだから、今回のメールテーマで。さあ、ということで、ここで、行かない行かない行かないか、どうした、いや、大丈夫です。やりたいことができなかったか。やりたいことできなくなりました、リバーススネークの登場で。こいつ、本当によ。とんだヘビ野郎だな。本当だわ。ということで、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、この時間で一部の地域の方とはお別れでございます。1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太と、2部は何とかします、平子でした。日本初のスマートフォン向け放送局、NOTTV。スタジオのライブ映像とともに、同時生放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、はい、時刻は4時になりました。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。今日は映画彼女は嘘を愛しすぎてる公開記念、佐藤健のオールナイトニッポンゴールド彼の嘘スペシャル前夜祭、平子は嘘を愛しすぎてるスペシャル、略して平嘘をお送りしております。これどれだよって話なんだよもうな、長いしうちのリスナーそんなにこれ知らねえだろうし、メール来てますよ、愛媛県ラジオネームネズミ後輩、酒井ちゃん、うん、さっき佐藤健のオールナイトニッポンゴールドのホームページを見たんだけどさ、うんうん、収録の関係上、うん、12月8日日曜日の午前中までにメールを送ってくださいってあったんだけど、うん、どういうことだもう収録が終わったってのはこの祭りは完全に後の祭りになってるんじゃねえか
そうですね。高野菜ってことになるのか。高野菜お前。ここが間違えた。学園祭じゃねえかよ、お前。前夜祭釣ったり、お前、高野菜釣ったりさ。何なんだよ、お前。結局、何今日ひどいですね。いや、ひどいよ。俺、稀に見るひどさですね。ひどいよ。でも、ようやく嘘メール送ってきたと思ったら、お前ディスるしさ。何さっきのさ、三時代のケツでは何をやりたかったの？なんかやりたかったことあったんでしょ？さあ！え、今やんの？ここで！いや、説明してやりゃいいじゃん。ヒラウソクイズ！はい、今からリスナーのあなたに平子さんから二択の問題を出します。平子さん、二択の問題です。得意の嘘でちょっと二択の問題お願いします。俺が出すの？何でもいいですよ。何でもいいから二択の問題。それ嘘っていうか、まあクイズだよね。まあだから嘘も間違え、本当と嘘二択。まあなるほどね、二、はい、択になるクイズ俺が出せばいいの今。はい、何でもいいですよ。おこれを3時のケツにやりたかったの？あ、じゃあ別にまあどっちでもいいよな。4時頭でも誰も慌ててなかったなと思って、なんかできなかったことあったんだろうなと思ったけど、慌ててねえからどっちって思ってたのよ。こういうことか。別に慌てる必要ないんだ。そうじゃあ、なんで本当なんでもいいの？なんでもいいですよ。今パッと思いついたことだよ。じゃあ、はいはい、いいですよ。ひどい問題になっちゃうけどいい？全然大丈夫です。ディスるなよ俺を。はい、大丈夫です。じゃあですね、二択の問題です。私、平子の実家、福島県にありますが、その家の横には、今はもう使われなくなったあるものが、まあ、ずっと置いてあるものがあるんですけど、はい、それは、これから言ううちのどちらでしょう。1番、バーベキューセット。2番、冬用のタイヤ。さあ、私、平子の実家の横に置いてあるものは何でしょう？今日は、なかなかひどいな、これ。さあ、正解、分かったぞっていう方、ガンガンメールで送ってください。はい、お願いします。まあ、言ったら2分の1ですからね。そうですね。分かんない、どうしても分かんないなっていう方は、賭けでね、ガッと出ちゃうっていうのも一つの作戦かもしれませんよ。そうですね、お願いします。皆さん送ってください。アドレスは ap@allnightnippon.com です。正解者の中から抽選で、現金4兆円をプレゼント。え、嘘だろ？うっそーん！はい、ということでですね。いやー。これは、すごいな。一部目指すとかそういう話じゃないのかな、これはな。結構時期的には大事な時期だと思うんだけどね。なあ。ひどいな、これはひどいな。いや、これでもね、ね、正解っていうか、これの答えのメールがガーッと山のように来てもらえれば。うん、あ、そうですね。ねえ。うん、ありがとうございます。いろいろそこからも弾みますから。はい、お願いしますね。はい。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの坂井健太です。平子ゆきです。はい、今日は映画彼女は嘘を愛しすぎてる公開記念、佐藤健のオールナイトニッポンゴールド、カノウソスペシャル前夜祭、平子は嘘を愛しすぎてるスペシャル、略して平嘘をお送りしております、うん、さあ先ほどの平嘘クイズですが、はい、答え届いてますか？はい。あ、もう一回問題。はい、問題はですね、はい、私、平子の実家、うん、家の横には使われなくなったあるものがあります。それはどちらでしょう？1番、バーベキューセット。2番、冬用のタイヤ。ということでね。この問題どうなって来てますか？さあ、来てますか？ラジオネーム、王子アットマーク。タイヤ。タイヤのやつでいい。いや、それ。いや、タイヤ、意気込みがちょっと、タイヤのやつでいいとかじゃなくてさ、当てに来ないとさ。富山県ラジオネームミクティ。タイヤ、タイヤ！タイヤが今のところ2つですね。タイヤ多いんだな。ラジオネームウイロー16歳。おい、平子。なかなかいい問題じゃねえか。全然答えわかんねえよ。あ、こういう方もね、いや、二択なのに、ちょっとね。迷ってるんですよ。寒い焼け方にみんな頭を悩まして。ラジオネーム、学びオンリー。正解は2だと思います。どっち？ 2 は冬用のタイヤだな。
物で言ってこいよ。こっちは分かりやすく1番って言ってる、1番、2番って言ってますけど。タイヤが重いのかな、みんな。ラジオネーム、ふわぴこ。クイズの答えは、冬用タイヤだと思います。PS、いつも聞いてます。30代主婦です。簡単そうなので、初めてメールしてみよう。あれちょっとね、新しい、こう、リスナー、ちょっとゲットできそうな感じではあります。いいね、やっぱ参加型っていうのはね、こういうクイズ形式の。ね。東京都ラジオネーム、里芋野郎。タイヤだと思います。今まで録音で番組を聞いてて、腹抱えて笑ってたんですけど、生で聞くとこんな感じなんです。新しいこういう主婦のリスナーが増えてくって、今までのリスナーが減ってくる。でも、総数は一緒になるのかな。バランス取れて。主婦が、やっぱこういうクイズ形式にすると、やっぱ主婦とかがね、クロスワードラジオとかやるから。主婦層で。タイヤが多いな、タイヤ多いですね。うん、宮城県ラジオネーム、キラリレコーズ。クイズが難しいので検索しました。アルコ&ピース、スペース、ひらこ、スペース、実家、スペース、バーベキューセット。28万件。アルコ&ピース、スペース、ひらこ、スペース、実家、スペース、冬用タイヤ。9件。ネットってすごいな。28万件も出てくるの？なるほどね。なるほど、なるほど。そういうやり方もあるのか、ネットを駆使して。はい。ほうほうほう。まあでも、タイヤの方がちょっと若干多い感じは、うん、そうですね。しますけども。さあ、それで答え、言っちゃっていいですか？正解。さあ、うん、それではこちらの、クイズの正解は、うん、1番、バーベキューセットでした！いやーみんな、いやこれね、実はね、実は、これ引っ掛け問題なんですよ。え、そうだったんですか、うん、前は、うん、冬用のタイヤが積んであったの。うん、今それないんすよ、うん。今バーベキューセットが置いてあんの。そこの引っ掛けがあったんすね。そこでみんなやっぱ釣られてるね。うわー、そっか。だから言ったら惜しいのよ。うん、タイヤも。不正解ではないけども、うん、今はバーベキュー。今はバーベキューセットだから、今で言うともう、ナ、う、ウ、ん、で言うと、うん、バーベキューセットが正解ですよ。なるほど。釣られたなー、これは。残念でしたね。ちょっと意地悪だったかな。ちょっとそうっすね。僕は楽しい。僕は全然楽しいですよ。僕は楽しいです。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、メールが来てます、うん、ラジオネームザットゥーからですね。うわー、タイヤかよー。引っ掛けだったのかー。こりゃ一本取られたちょっとね、意地悪クイズになっちゃってね、申し訳ないですね。いや、ちょっと クイズ思いのほか盛り上がったんで、ちょっと予定なかったですけど、おう、ここで再び平嘘クイズ。さあ、今からリスナーに平子さんから2択の問題を出します。はい、またお願いします。大丈夫これ、さっきのせっかく聞いてくれた主婦の方、はい、あまりにも意地悪なぞなぞすぎて離れちゃわない？その辺の加味してお願いします。じゃあ、じゃあ行きましょう、はい、それでは、2択のクイズです、うん、私平子が6年生の時にサンタさんから届いたプレゼントはどっち？1番、カセットウォークマン。あ、なるほど。2番、うん、ミニ四駆のコース。さあ、私、平子は6年生の時にサンタさんから届いたプレゼントはどちらでしょう？ 1 番、カセットウォークマン。2番、ミニ四駆のコース。うわ、さあ、皆さん、どしどし。はい、メール送ってください。アドレスは ap@allnightnippon.com です。正解者の中から抽選でボルボ100台プレゼント。本当？うっそーん！アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの坂井健太です。平子ゆきです。さあ、うん、先ほどの平嘘クイズですけども。はい。もう一度問題、
ちょっとお伝えしておきましょうか。はい、私、平子が、6年生の時に、うん、サンタさんからもらったプレゼントはどちらでしょう ?1 番、うん、カセットウォークマン、うん。2番、ミニ四駆のコース。はい。どんな答え届いてるんでしょうか。はい。ねえ。さあ、どちらでしょうかね。はい、うん、たくさんの答え来てますか。あ、なんかこんな意見も。ラジオネーム、明朝。おいおい、うん、俺たちの平嘘クイズに検索とかいう不正をやってる奴がいるのか。俺たちの平嘘クイズに不正はなしだろう。俺たちは平嘘クイズに全身全霊を注いでんだから。俺たちに与えられる平嘘クイズは綺麗な平嘘クイズであってくれよ。あ、そんなモチベーションの人もね。ね、しっかり真面目に取り組んでくれてんだ。ね、いるんすね。ラジオネーム、川越のパオパオ。40代の主婦です。先ほど30代の主婦の方の投稿を聞いて思わず初投稿。朝早く起きて仕事しながら毎週聞いていますよ。時間的にリスナーって主婦って多いと思いますよ。ところでクイズが簡単すぎて平子さん、もう少し選択肢があってもよかったのでは？いやー、主婦の方のね、生の声いただきました。いいね。確かにね、二、うん、択ですからね、はい。だけどこれ、ね、逆に言うとこれ参加しやすいっていうね、間口の広い形で、今回はね、お届けしてますので、またね、これから回を重ねるごとに、難しい四択五択なんかもあるかもしれませんからね。新たなリスナーゲットじゃないですか、これ。ラジオネームがありませんね。初めてメールを送ります。大学一年の失恋したばかりの女子です。お二人のラジオを聞いて、なんだか生きる希望が湧きました。ありがとうございます。クイズの答え、2番でお願いします。いや、お願いしますとか、クイズのルール知らねえよ、こいつ。2番？だから振られんだよ。2番でお願いしますっての、お願いすることじゃねえからね。2番ってどっちなんでしょうね。2番はミニ四駆のコースかな。ミニ四駆のかよ。うん。48歳、歯科技工士。これは時代的に四駆でしょう。ちなみに今日のビバリーヒルズで小峠さんが家賃19万円のところに引っ越したって言ってました。あ、テレビでもねやってましたけどもね、なんかあの車ね、駐車場付きでということでね、はいはいはい、48歳、いや時代的に四駆でしょうってなんだよ答え方。あ、ラジオネームふわぴこ、クイズの答えはカセットウォークマンだと思います、うん、PS、先ほど読まれた主婦です。クイズは間違えてしまいましたが、読まれてドキドキしました。ちなみに私が小6の時にサンタさんにもらったのはマイリトルラバーの CD です。知らんがな。知らないよ。ちょっとマイラバーですもん。いや、いいですね、主婦の方にこうやって送っていただけるの。なんかいいよ今日。俺ちょっとホクホクしてきた。30代、40代、様々なね、年代の主婦の方を聞いてもらってるんです ね。ラジオネーム、テテブ。クイズ2回目。答えは、カセットウォークマン。うん、私も小学校のクリスマスでもらったから。あ、私も初めてメールしました。うん、30代主婦です。たまに聞いてます。うん、クイズいいと思いますっていうね。あ、ほんと？主婦系いいんだな、ね、クイズラジオ。うん、この層を二択ラジオ獲得したらでかいっすよ。ねえ。一番でかいっすからね。あれ、なんか、本当にでも、先週言ってた、こじるりとの花言葉ラジオとかいいんじゃないのか、これ。あ、なんか、ラジオネーム、ラッコフェスティバル。2番、ミニ四駆のコース。今日は、俺が何やってるか、わけわからなくなってきたよって。まともな意見ですね。そうだ ね、うん。ちゃんと聞いてる人だ、ね。ちゃんと聞き続けてきたし、今日もちゃんと聞こうって思ってくれた人の、ちゃんとした意見。さあ。それでは正解の発表、平子さん、ね、お願いします。分かれておりますけども、うん、私、平子が6年生の時、サンタさんからもらったプレゼントは、1番カセットウォークマン、2番ミニ四駆のコース。どっちだ？正解は、うん、カセットウォークマンでした！あーいやー、カセットウォークマンか。あのね、これもね、はい、私平子の性格の悪い部分出ちゃいましてね、はい、ミニ四駆のコースは
5年生の時のプレゼントなんですね。そこでやっぱり引っかかりが出てきてね。そうですね。引っかかってるやついたな、多分。あの、ずるいやつはまた検索してね。うん、それでヒットした方でね、選んじゃった人もいると思うんですけれども。残念。いや、申し訳ないですね、はい。さあ、ここで全然やる予定なかったけど。うん、面白いから。え？何？ヒラウソクイズ！さあ、今からリスナーのあなたに平子さんから二択の問題を出します。お願いします、平子さん。もう本当に出ない。じゃあね、私、平子の実家には、はいはい、まあ、駐車場が2台分車を止められる、はい、ガレージがございまして、まあ、それ屋根がついてるガレージなんですけども、はい、その、ガレージの、プラスチック製の屋根、はい、割れている。2番、割れていない。私平子の実家の、はい、ガレージのプラスチック製の屋根、はい、1番、はい、少し割れている。2番、少し全く割れていない。いや、お前とっさに出されたらこんなもんだぞ。答え取り表書いてメールを送ってください。正解者の中から抽選で本物のスフィンクス色違い8つプレゼントです。本当？うっそー！嬉しいけどさ。シュー君の方もどしどしね、送ってくださいよ。そうですね。2択どちらか当たりですからね。酒井。いちご大福を作る上で一番大切なことってなんだ？いちごの栽培じゃない？悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、あっという間ですが、そろそろお別れのお時間です。さあ、今日はですね、平子は嘘を愛しすぎているスペシャルということでやってきましたけども、うん、先ほどの平嘘クイズ、はい、問題何でしたっけ？私平子の実家にはガレージがあります。そのガレージのプラスチックの屋根は1番、はい、少し割れている、はい、2番、割れていないというね。これは難しいんじゃないですか。これは難しいですよ、うん、最後の問題でしたからね、はい、結構難問をね出してしまいましたけども、うん、正解、あのメールが来てますね。ラジオネームもぐもぐゴンボ、答えは割れていないと思いたい、だけど割れてて欲しいから2番の割れてない、きっと割れていない。なんと何これ。割れてない方なのかな。一応答えは、まあ、2番、うん、2番、どっちだろう。さあ、どっちでしょうかね。ラジオネームダイヤモンドうかじ、割れている都知事のカバンに5000万。高島さん、おはようございます。50代の主婦です。川柳のコーナーにメールします。 5kg のお米希望です。間違えてきちゃってるよこれ。ちょっとそういう感じになってるから。茨城県ラジオネームグラスオニオン、クイズの答え2番、割れていない。初投稿の大学生です。これはあれですよね。いや、去年では割れてたんですよね。あ、ごめんなさい。いや、去年では割れてたんですけど、最近修理したんで、今は割れてないんですよね。てパティーンですよね。天丼ってやつですよね。さすが。パティーンって何？わかんねえ、俺も。全部わかんねえんだから、もう今日。ラジオネーム、ふわぴこ。クイズの答えは、少し割れているだと思います。うん、PS、マイラバの CD をもらった主婦です。一生いっぱいなので、次も当てたいです。ラジオって参加すると何倍も楽しいですね。ストレートな主婦の意見いただきました。いいですね。なんか、これからの方向性がちょっと見えてきたな。ね、ちょっと大きく方向性変わりそうな。後半の20分くらいなんか星座占いとか入れ込んでいこうか。そうだね。ああ、ちょっと夕飯のとか ね、 ね、 ね、そうだよね。おかずとかね。さあ、うん、それではじゃあ正解の方、正解発表しましょう。はい、私平子の実家、ガレージの屋根プラスチックは1番、少し割れている、2番、割れていない、はい、答えは
一番の少し割れているでした。割れてたのか。こちらですね、この家自体が、建てたのが私が小学校4年生の時ですから、まあ少しね年月が経って多少のやっぱ劣化は否めないということで、はい、そこでねやっぱりねここで意地悪なのね、はい、その修復の天丼あえてのずらしで天丼のパティーンですね。そうですね、天丼パティーン方式でやらせていただきましたちょびっと割れてんですね。目立たない程度に。だからそんでほど目立つ大きな割れでもないから修復までもまだいか大丈夫かなっていうところでね。意地悪クイズでしたけれどもね。皆さん全問正解の方もいらっしゃったんですかね、中にはね。今日何だったんですか、これもうぐちゃぐちゃですよ、もう。知らねえ、俺の企画じゃねえもん。もう平子さんが嘘を愛しすぎてるとこからこれ始まってんすよ。嘘は良くないですよ、だから。いや俺別に嘘っていうかその、まあ、コントチックでなんかやることあるだから俺宇宙のラジオにやろうって言ったじゃん今日本当ぐちゃぐちゃメールが届いております。ラジオネームベンチウォーマー中山。なんか今日の放送のおかげで、うん、毛ほども興味もなかった彼女は嘘を愛しすぎてるに興味が出てきたよ。男一人で見に行くのは勇気いるけど、夢見がちなブスどもに混じって早速見に行ってくるよ。ありがとうアルコ&ピース。ありがとうカノウソ。カノウソありがとう。結局番宣ラジオじゃねえかよこれさ。ラジオネーム龍翔。主婦リスナーという、新しい風。後のこの番組を振り返った時に。今日の放送はエポックメイキングになっているのかもしれませんね今日分岐点だったのかな、これな。すごいな。確かに今まで何回もってこれちょっと初めての感じでしたね。一部乗り越えてお昼ぐらいのにスカありえるからな。大阪府ラジオネームハラペーニョ。うわーそっちかー、裏読みしすぎた。悔しいんでこれコーナーにしてくれませんか二択クイズのコーナー。知らん、嘘クイズ俺の実家出すもんなくなっちゃうよな2、3ヶ月やったら。面白かったな。ガレージの屋根まで言ってくからな。はい、ということで、うん、僕たちこの後ポッドキャストもやってるので、はい、興味がある方はぜひ詳しくは番組のホームページをチェックしてみてください。はい、ね、お願いします。はい、明日もね、うん、佐藤健さんのオールナイトニッポンゴールドありますのでね。そうですか、まあまあまあ ね番宣を果たしましたよ ね, ね、これ一個クッション置いて、はい、明日もまたぜひ聞いてください。はい、はい、ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太とチョコレートプラネット長田でした